武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学社会科学部の2017年の入試の英語の勉強について話していきたいと思います。まず英語ですが、配点50点で時間が90分、となっています。で、配点他の、社会や、国語ですね、こちら40点40点になっているので英語が若干高い、形となっています。で、こちらの英語の、問題についてですが、大問が5題、出題されており、1題が文法の、正誤問題ですね。で、残り4題が長文という形になっています。で、この入試問題に関してはもともと会話が結構その社学は出ていたんですけれども、まあ、ここ数年は、会話、単独での出題は、なくなっている形と、なっています。で、正誤問題に関しては、割と出題率が、まあ、大問1個丸々できるだけであって、多めかつその誤りがない場合がある、選択肢となっておりますので、正誤問題の中でも難易度が高めである、問題になっています。なのでその専用の対策として、まあ、スーパー講義、文法5法正誤問題、をやっておく、形となります。で、長文の難易度、に関してですが、長さそのものは大体その多くても1000を超えることはほぼない構成になっておりますので、まあ、あの時間が、足りないということは、一応その早稲田レベル慣れていれば十分いけるかなという程度の、量になっているかとは、思います。はい、ただ会話がなくなった分、その15年以降はちょっとそのそれまでよりは時間がちょっと厳しくなっているという印象ですね。で、一個一個の文章の難易度、に関しては早稲田の中ではまあ標準的な難易度、であり、まあ、総計レベルまでの参考書をしっかり終わらせていて、過去問やり込んでいれば十分対応できるかなというふうには思います。で、まあ、これは他の科目にも言えることなんですけど、結構ここはその消去法というか、ある程度その選択肢から推察して読まなきゃいけないような問題が、あったりですね、内容がちゃんと読めてれば解けるっていう問題ももちろん多いんですが、結構その選択肢が意地悪な、ところがあってですね、それをしっかり読み解いて、いかないと、何が間違ってるかなだけじゃなくて、その選択肢の中で選べなかった時に間違いとなる理由があるとしたらどこだろうみたいなことを、見てですね、要は合ってるか間違ってるかの判定まではいかなくても、多分ここで回答を見極めるんだろうなってポイントを早い段階で絞れるようにして、その上で答えを選ぶっていうことが、できるようになっておくと、いいかなというふうには思います。で、まあ、いろんな長文の量が、数が、ね、4題出る分ですね、いろんなテーマ出ますので、まあ、臨画みたいかなどで、まあ、いろんなテーマの長文に触れておく、こともしっかりやっておいた方がいいでしょう。以上が英語の勉強となります。